シリは Apple の iOS、iPadOS、WatchOS、MacOS、t v o s に搭載されているバーチャルアシスタントである。このアシスタントは音声による問い合わせ、ジェスチャーによる操作、フォーカストラッキング、自然言語によるユーザーインターフェースを用いて質問への回答、推奨事項の提示、一連のインターネットサービスへの リクエストの異常などのアクションを行う。このソフトウェアは継続的に使用することで、ユーザーの個々の言語使用、検索、及び好みに適応する。シリとは、スピーチインタープリテーションリコグニション、インターフェースの略。シリの開発、提供を行っていたシリ社は、2007年12月にダグ・キット・ラウス、アダン・チェイヤー、トム・グラバー、そして、 SRI インターナショナルのベンチャー出身のノーマン、ワナスキーラによって創設された。もともとは、アメリカ国防高等研究計画局により、兵士を戦場でサポートするための人工知能開発プロジェクトとして開発が始まった。人類史上最大の人工知能研究プロジェクトとも、いわれ、2003年からスタートし、巨額の資金が投じられ名だたる大学や、 研究機関から研究者が集められた。そしてそのプロジェクトの一環としてダグキットラウスによりシリは立ち上げられた。その後シリ社は2010年4月28日にアップルに売却された。またシリはブラックベリーとアンドロイド向けにも登場するとされていたが iOS 以外の製品向け研究成果は全て取り消された。アップルはシリは 利用期間が伸びるにつれて使用者の好みを把握し、レストランやタクシーの予約などを行うことができると主張している。アップルは2006年に iPod を音声操作する技術の特許を申請している。また指示開発者であるダグ・キット・ラウスとアダン・チェイヤーたちにより2016年5月に新会社で新しい音声アシスタントビブが開発が発表された。 2016年10月にサムスンがビブを買収し単独で展開すると発表されたが2019年にビッグスビーへ統合され消滅しナグキットラウスは2019年にアダン・チェイヤーは2020年にサムスンを辞任した2011年10月4日シリが iPhone4S に搭載されることが発表された この新しいバージョンの Siri は iOS に組み込まれ、リマインダー、天気予報、株式情報、テキストメッセージ、E メール、カレンダー、メモ、音楽、時計、ウェブブラウザー、ボルフラムアルファ、地図などとの連携機能が付けられた。リリース当初、Siri は英語、ドイツ語、フランス語のみに対応していたが、2012年3月8日には日本語に対応し、中国語、 韓国語、イタリア語、スペイン語といった言語にも2012年に対応した。米国外では機能上も制限がある。iPhone 4S への Siri 搭載発表後、Apple は App Store から既存の Siri アプリケーションを削除しているため、iPhone 4S 以外の iOS 端末では使用ができない。iOS6 からは対応言語にメキシコのスペイン語やスイスのイタリア語。 関東語などが追加され、アプリの起動やレストランの予約なども可能になるとされる。第3世代の iPad にも対応。2012年9月12日午前10時より開始された Apple のカンファレンスイベントで、第5世代 iPod Touch に対応することが発表された。また、10月24日に行われた iPad mini のスペシャルイベントでは明言されていないが対応している。 2014年3月12日にアップデートされた iOS 7.1以降では発音が滑らかになり男性の声も追加された。女性の声は以前の強固から新しいシリ専用の音声に変更された。ちなみに音声合成ライブラリーの各音声名は JavaScript の WebSpeech API で取得でき iOS 7.1以降での日本語の女性の声は おう、れん、男性の声は、はっとりである。また、男性、女性音声ともに、発音のアクセントや感情を細かく表現できるようになっている。2014年9月17日に、アップデートされた iOS 8.1以降では、本体に話しかけると、自動起動できる、ヘイシリ機能が追加された。ホームボタンが押せない充電時に、しりを起動するために追加された機能であるため、 この機能を使用するには電源に接続している必要がある。2015年9月25日に発売された iPhone 6S と iPhone 6S Plus では電源に接続されていない状態でも、イシ理機能が使用できるように改善された。ハードウェア側の対応が必要なため、旧機種を iOS9 にアップデートしても、本機能は使用できない。 また2018年9月18日の iOS12 リリース日に公開されたアップショートカットによりシリでアップでの一つまたは複数の作業を素早く完了できるようになった2020年9月17日配信の iOS14 ではシリの画面が刷新されたまた自分が話した内容やシリの会話がデフォルトでオフになったこれらの設定は 再び表示させることも可能。その他、アクセシビリティの設定では、iOS6 以前のように、全画面を覆わず、シリのアニメーションアイコンのみ表示される設定も可能になった。2021年4月26日に配信された iOS14.5 では、シリの設定画面から、男性、女性といった性別による声の選択が廃止され、声1、 声にという表記に変更された。2016年6月13日、WWDC にて、開発者への API の公開とともに、m a c o s エラへの対応が発表される。シ i r i は SRI International Artificial Intelligence センターの研究をもとに誕生したアプリケーションであり、DARPA によって立ち上げられたおそらく過去最大の 人工知能計画である頃プロジェクトの分野 s 字に当たる。s i r i の主要な技術領域は会話型インターフェース、人的文脈認識、そしてサービスの代理実行である。s i r i の音声認識エンジンは同分野の技術開発を行っているニュアンスコミュニケーションズ社の提供を受けている。s i r i の使用によるデータの処理はほとんどがデバイス上で、 ローカル処理されるとアップルは説明していたが、会話にプライバシーに関わる情報が含まれていた場合は、個人を特定できると指摘されていた。また、A 氏、ガーディアンは、アップルの委託業者がユーザーと市議との会話を日常的に聴取していると報じた。この報道を受けて、アップルは謝罪するとともに、会話の扱いに関するルールを改善することを明らかにした。 iOS 13. により、シリの使用履歴の消去や、使用状況を Apple に送信するかどうかが選べるようになった。isApple, シリから、オスアバウトサーチ、バークレイズキャピタルハット https コロンスラッシュスラッシュジャパンドットシーネットドットコムスラッシュアーティクルスラッシュ35010964スラッシュシリ誕生の逸話開花した。強い人工知能競争の行方シーネットジャパン。 アットエイプリル282010ブレイキングニュースシリボートバイアップル SCOBLEIZER.com2011 年10月5日閲覧ティモシー・ヘイ、シリンクローンチズドゥエンジン、アプリケーション4 i アイ o ーン。ダウジョーンズニュースワイヤ2011年10月9日閲覧 ABiPhone4S アスクシリツーヘルプユーゲットシングスダン アップル、2011年10月5日閲覧。デイリーテック、アップルパテンツスピーキング iPod ハットマットニールーカス、テッククランチディスラップとシリの共同ファウンダーが音声認識で会話する次世代 AI、ビブアプリをデモ。テッククランチジャパン、2021年3月26日、閲覧。 http://newswitch.jp/p/45878 パンザリのマシューサムスンシリの制作者が開発する次世代型 AI システムビブを買収テッククランチジャパン2021年3月26日閲覧サムスンシリ開発チームの AI アシスタント企業ビブを買収 IT メディアニュース 2021年3月26日、閲覧。ヒーター、ブライアン、サムスンが AI アシスタント、ビックスビー向けアプリストアをローンチ。テッククランチジャパン。2021年3月26日、閲覧。イン、エイブローツ、ビックスビー、シリコフウンダー、アダンチェイヤー、デパーツ、サムスン。ベンチャービット。2021年3月29日、閲覧。 アップル、アップル iPhone 4S イベント、アズイットハ分度。テレグラフ、2011年10月5日閲覧。ビテックスイ、フェデリコ、アップルオフィシャリー・アンベイルズ・シリー・ボイス・アシスタント、サポーツ・イングリッシュ、フレンチ・アンド・ジャーマン。m a c s t o r i e s ネット、2011年10月5日閲覧。アップルシリフリークエントリー・アスクド・クエスチョンズ。 アップル、インク、2011年10月19日閲覧。ビティックスイ、フェデリコ、ゼアアーサムシリリミテーションズアウトサイドザ US。m a c s t o r i e s n e t 2011年10月16日閲覧。ダニー・サリバン、ウィズニューシリプロミストフォ,ォ 4iPhone4S、アップルプルズイグジスティングシリフロムアップストア、アンドオールイグジスティングシリセルバース。 Will be stopped on October 15th.2011 年10月19日閲覧。AB Apple iOS 6000広告地。新しい iPod Touch の特徴各 iPad の比較表マイナビニュース。iOS 14.5と WatchOS 7.4。配信開始マスクのままロック解除やトラッキング許可など、盛りだくさん IT Media Mobile,https www.itmedia.co.jp スラッシュモビ r スラッシュアーティクルズスラッシュ2104スラッシュ27スラッシュ news060.html2021 年5月25日閲覧アップルメジャーアップデートとなる MacOS シェラをプレビューポステトオンオクトーバーフィフス 2011, Siri, Do you use new anse technology? Siri, I, e m s o r r y I can, t a n s w e r t h at Tech c r u n c h 2011年10月14日閲覧。大久保主義の部。Apple, Siri の登場問題で、信頼回復を図る。日本ビジネスプレス。 https コロンスラッシュスラッシュ JBPRESS.ISMEDIA.JP スラッシュアーティクルズスラッシュスッシュスラッシュスラッシュ574792019年12月13日閲覧アレックスハーン、アップルコントラクターズ、レギュラリーヒアコンフィデンシャルディテールズオンシリ、レコーディングス、ザガーディアン、https、www.tguardian.com テクノロジー2019ジュル26アップルコントラクターズレギュラリーヒアコンフィデンシャルディテールズオンシリレコーディングス2019年12月13日閲覧 iOS13 のアップデートについてアップル2019年12月13日閲覧ありがとうございます